ありがとう。いやー、お疲れ様です。ありがとうね、来てくれて。本当よかった。もうやっぱ私インスト好きってよかった、めっちゃ思いました。よかった。もう何回見ても舞台に一人しかいないんですけど、一人じゃない。そう、自分もやっぱ一人で立った人なんで、いつかこうなりたいってめちゃくちゃ思いました。なんて、なんてですよ、もう何十年も本当にかかる。自然にお客様立ち上がるってもう本当歴史あって、ファンの方もずっとね、ついてこられてたことだと思うので、いろいろ思考を巡らせてたらあっという間に終わってしまって、俺もハラミちゃんのライブ見た時そう思ったよ。本当ですか。なんかびっくりして、まだ3曲ぐらいしかやってない感覚というか、もう音の種類が豊富すぎて、なんかどこまで引き出しがある方なんだろうっていうのを、本当ギターが歌ってるってもう多分何百回も言われたかもなんですけど、改めて本当にそう思いまして、ちょうどその下のライトがなんか夕焼けっぽい後ろの照明の時に、なんかその照明がすごいなんか夜景のビルに見える、夜景でこう本当にお嬢さんが惹かれてるような感じがして、そのシーンが一番なんかこうグッときました。そう、あの私の話もしてくるお気遣いいただいて、いやいや、今日来てくれてるなと。いや、すごいわーっと思って嬉しかったですよ。本当にあの時思ったこと言ったから、ありがとうございます。終わった直後でいかがですか。もうやりきった感じですか。そうですよね。ほわほわしますね。今日見てもらえてもらって、いやー、もうファンの方との信頼関係というか、あの手拍子とか揃った時になんかやっててよかった瞬間ってこういう時だよっておっしゃってたじゃないですか、うん、私もまだ3年とかなんですけど、もう本当にこうやって何年もいろいろあると思うんですけど、なんか重なった先にお塩さんの多分こういう時やっててよかったと思うっていう言葉が多分ずっと脳みそにあるんだろうなと思って、なんか自分のライブに自分が今度やる時にすごい多分お塩さんのライブを思い出すんだろうなって思いました。